皆さんこんにちは。 JRA 日本中央競馬会に所属する騎手角田大雅さんが2024年8月10日に亡くなったと報じられ、競馬界だけでなくスポーツ界全体に衝撃が走りました。これからの活躍が期待されていた若干21歳の角田大雅さんですが、その死の原因は未だに明らかになっていません。しかしとある噂では、同じく JRA の若手騎手である今村聖奈さんとの恋愛のもつれが理由で起きてしまったものではないかという情報があります。今回はそんな今村聖奈さんと角田大雅さんとの関係や、今村聖奈さんの新しい彼氏かと噂されるある人物との関係について詳しく見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは今村聖奈さんのプロフィールを見ていきましょう。今村聖奈さんは2003年11月28日生まれの20歳で、身長 158.5cm、体重 47.4kg、 血液型は B 型で、出身は滋賀県です。日本中央競馬会 JRA 所属の騎手で、マネジメント先はホリプロです。父の今村康成さんは元 JRA 騎手で、現在飯田裕治厩舎に所属する調教助手を務めています。2018年に競馬学校騎手課程第38期に合格し、2022年に JRA 競馬学校騎手課程を第38期生として卒業して騎手免許を取得します。この2002年の同期には、大久保優雅、川端海斗、佐々木大輔、土田真奈と角田大雅、西塚浩二、鷲津幸太郎がいます。特に大久保優雅と角田大雅は幼なじみであり、競馬学校入学前の小中学時代の同級生でもあるらしいです。今回関係を取り上げる角田大雅さんとは昔から関係が深かったようですね。本題に行く前に、角田大雅さんが亡くなった事件についても少しおさらいをしていきます。角田大雅さんは2024年8月1日の夜に、函館市内で行われた同心花火大会を見ようと、同乗者と共に函館競馬場内に自ら運転する外車で侵入し、あろうことか芝コースに乗り入れました。20時30分ごろ、この行動は JRA 警備員に目撃され、写真にも収められてしまいます。翌日の8月2日に JRA はこの撮影した写真などをもとに事情聴取を行ったところ、本人は深く反省している様子で、聴取にも素直に応じ、その行動を認めたといいます。同日 JRA が午後に裁定委員会に送付となったことを本人に通知しようとしたところ、角田大雅さんと連絡が取れなくなってしまったようです。そこで JRA は所属する石橋調教師に通知した上で、午後7時に制裁を発表しました。その内容は重大な飛行行為にあたることを理由に、3日の競馬開催から裁定委員会の決定が下されるまで無期限に近い騎乗停止という重い処分だったといいます。現在函館競馬場はレースが開催されていないものの、調教では使用されており、自動車で神聖な芝コースに乗り込むというのは前代未聞の飛行行為になるといいます。競馬に関わるものとしてあるまじき行為でもあることから、関係者からも厳しい声が上がり、 SNS 上では一部のファンから、永久追放、免許を返上して一からやり直せといったバッシングを浴びていたようです。その後も角田大雅さん本人と連絡がつかず行方不明となり、競馬関係者の間では懸念の声が広がっていましたが、8月9日夜、角田大雅さんの家族から JRA に死去の連絡が入ったといいます。死因や亡くなった日時、場所などの詳細について JRA はご遺族の意向により回答は差し控えさせていただきますとしています。この事件に対して今村聖奈さんは8月12日に自身の X 旧 Twitter を更新し、21歳の若さで死去した角田大雅さんを追悼しました。大切な仲間であり親友ともいえる角田大雅がお空に旅立ちました。まだまだ一緒に頑張りたかったし、まだまだ一緒に過ごしたかった、早いよと早すぎる死に大きなショックを受けている様子で、さらに続けてこう綴ります。けどね、こんなにみんなが悲しがってる姿見たくないよね。わかってる。だから時間は少しかかるけど前を向いて頑張ります。
タイガの分も頑張るからね、素直に応援しててね、と亡くなった角田タイガさんに向けても言葉を送りました。皆様ご心配をおかけしました。たくさんの方々から温かいメッセージをいただき、とても勇気づけられました。私はリハビリ期間が続きますが、万全の状態で復帰できるように頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします、と文章を結びました。悲しみを抱えながら友人の死を悼む文章にも見えますが、要所要所に友人以上の関係ではないかと疑いたくなるような親密さがうかがえますね。それもそのはずで、今村聖奈さんと角田タイガさんは過去に交際疑惑が浮かび上がっていたのです。それは2023年5月に起きた若手機種による不適切なスマートフォン使用事案が発端でした。もともと JRA は2011年以降、スマホなどの通信機器は原則セーフティーボックスに預けることになっています。しかし、そういった規則があるのにもかかわらず、今村聖奈さんと角田タイガさんはスマホを持ち込むだけでなく、お互いに通話していた履歴が残っており、今村聖奈さんと角田タイガさんは規則に反してでも通話したい理由があったのではと競馬関係者に勘ぐられてしまうという出来事があったのです。ネット上では当時、この2人がわざわざ通話したことについて付き合っているのではないかと疑う声が噴出しており、これマジで今村聖奈と角田タイガ付き合ってるの確定やろ、今村と角田は付き合ってるから我慢できずに電話してた、まあ角田くんと今村さんは明らかに付き合ってる感は出してて微笑ましかった、など書き込みが多発し話題になりました。この一件以降、2人は交際しているのであろうと世間では思われていました。しかし、2024年4月に今村聖奈さんと同じく同期の若手騎手である西塚浩二さんが同時にインスタグラムを更新し、2人でカフェデートをしている様子を匂わせたのです。これにはネット上では、今はタイガと別れて西塚と付き合ってんのかなどの書き込みがされ、西塚浩二さんは今村聖奈さんの新彼氏だとして話題になりました。交際していたと思われていた角田タイガさんを含め、どのような関係性なのか詳細は不明ですが、これには角田タイガさんも西塚浩二さんに対して嫉妬心を燃やしていたのではないかと噂されました。この西塚浩二さんと今村聖奈さんの匂わせ投稿が起きたのが2024年4月角田タイガさんが非行行為から死に至ってしまったのが先日8月初めのこと。この4ヶ月の間に今村聖奈さんと西塚浩二さんと角田タイガさん、この3人に複雑な恋愛関係のもつれがあり、角田タイガさんは今村聖奈さんに振られてしまったことの精神的ショックにより自殺してしまったのではないかとも噂されています。今村聖奈さんの周りで一体どんないざこざがあったのか、真相は闇の中です。いかがだったでしょうか。今回は JRA の若手騎手である今村聖奈さんと先日亡くなってしまった角田タイガさんとの関係を詳しく見ていきました。角田タイガさんは亡くなってしまいましたが、残された今村聖奈さん、そして西塚浩二さんがこれからどのような活躍をしていくのか、亡くなった角田タイガさんの分まで応援していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントも残してくれると嬉しいです。それでは、また。